ドアン。デギュスか、次の相手は。やっぱり簡単に優勝させてくれるわけないでげすな。トウキチ君。いや、気にしないでほしいでげす。わての独り言でげす。レースを続けていれば、いつかはチームのみんなと戦わなきゃいけないことも分かってたことでげすし。うん、そうだね。それにしても同じチームにいると力強いのに、いざ敵に回すととてつもなくおっかないでげすな、ビクトリーズのメンバーは。それは僕も同じことだよ。僕だって、トウキチ君のスピンバイパー相手に 100% 勝てる自信なんて、どこにもないさ。なら本当はここは見逃してほしいとこでげすが。仕方がないでげすな。わてもこんなところで負けてしまうわけにもいかないでげすし。エボリューションがあんまり進化してないことを祈るでげすよ。ごめん、トウキチ君。僕もここに来た以上、負けるわけにはいかないよ。別にジェイ君に手加減してくれって頼んでるわけではないでげす。せっかくのチャンスでげす。わても本気でやるつもりでげすから、お互い悔いのない走りをするでげすよ。うん、分かってる。僕も本気でいくよ。それじゃあジェイ君、わてのライトニングドリフトが勝つか、ジェイ君のハイパードルフィンが勝つか、いざ勝負でげす。さすがだね、トウキチ君。いや、今のは本当に運が良かっただけかもしれないでげす。やっぱり敵には回したくないでげすな、ジェイ君は。僕もこうやってトウキチ君と戦ってみると、改めて味方で良かったなって思うよ。まあ、たまにはこうやって仲間同士本気で戦うのも悪くないでげすな。そうだね。それじゃあそろそろわては先に行くでげすよ。うん。奇妙な大会だし、この先何があるかわからないから気をつけてね。任せるでげす。ジェイ君の分まで走ってくるでげすよ。
バイパー対バスターソニックの美しきコーナリング対決は見せ場として最後の方にしてほしかったんでげすが、やっぱりこちらの予定通りにはいかないもんでげすな。仕方ないよ、組み合わせ表すらないような大会だからね。他にも見てないコースがあるみたいだし、どこで誰と会っても不思議じゃないさ。まあそれは確かに分かってるんでげすけど、それにしてもレーサー以外誰もいない大会なんて、やっぱりなんだか気味が悪いでげすな。うん、結局のところ最終地点の会場に行ってみないと何も分からないみたいだね。そうでげすな。まあそもそも最初から罠にかかったつもりで参加したようなもんでげすから、別にいいんでげすけど、まあチームのみんなと戦う覚悟ももうついてたとこでげすし、こうしてる間に他のレーサーもどんどん最終地点に向かっていることででしょうから、それじゃあわてらもそろそろ勝負といくでげすか、レッツくん。そうだね。こうして1対1でレッツくんと勝負すると、初めてスピンアックスとソニックセーバーで勝負した時のことを思い出すでげすな。うん、懐かしいね。それじゃあ勝負でげす、レッツくん手加減なしでげすよ。来い、トキチ君。ソニック、ワテの勝利でゲス。ごめんでゲス、レッツくん。謝ることないさ、正々堂々勝負して負けたんだ、気にすることないよ。そうでゲスか。そうさ、こんなに速いマシンが同じチームにいるんだからね、世界グランプリのためにもむしろ頼もしいぐらいさ。そうでゲスか、そう言ってくれるとありがたいでゲス。うん、ちょっと悔しいけど応援する、頑張ってね。わかったでゲス、絶対優勝してみせるでゲス。